守ってくれてありがとう。ドライブマナー。あるサービスエリアの駐車場で2台の車が話しておりました。高速道路のサービスエリア、パーキングエリアは小型車、大型車、トレーラー、障害車用、二輪車の車種ごとに駐車スペースが決められているよね。ちなみにこれが障害者用駐車スペースのマーク。もし大型車の場所が空いていても、僕ら小型車や二輪車は止めたらダメなんだよね。そう、マナーだから。もし小型車くんのところに僕たちが止まっていたら、君だって嫌だもんな。うん、やっぱり駐車マナーを守るって大事だね。こうして2台はマナーを守って気持ちよく高速道路を利用しましたとさ。皆様のご理解とご協力をお願いします。ネクスコ西日本。